常年司チャンネルニュースの虎川ガオー、はい、始まりました。皆さん面白かったら高評価のボタン、そしてチャンネル登録ね、さらにコメント欄に感想など書いていただけると嬉しいです。それからね、内容気に入ったらぜひね、 Thanks ボタンでご支援ください。よろしくお願いします。はい、ということで、昨日のね、北朝鮮の動画からジョネさんだいぶおしゃれなところにお泊まりですねというご指摘を、受けてきたんですが、まあ今日種明かしをしたいと思います。白奈良というですね、大変素晴らしい旅館をね、運営されています47プランニングと、それから奈良井町宿の、代表取締役社長をお務めでいらっしゃる鈴木健二さんです。よろしくお願いします。こんにちは。どうもどうも、鈴木さんです。はい、ということで、あ、もうちょっと後ろまで、はい、はい、そんな感じで、はい、はい、ということで、素晴らしいですね、ここね、酒蔵なの、これ後ろ。ありがとうございます。ね、はい、日本酒作ってるんですよね。そうです、日本酒を隣で、はい、今も作ってます。もともと酒蔵なんですよね、これは。はい、もともと200年前ぐらい200年前に創業された酒蔵ですね。はい、なるほどね、あの、火星文化の時代ですね。はい、あの頃ちょうど水野忠明という人が、はい、今でいうところのね、あの、黒田総裁みたいなリフレ政策だったんですよ。はいはい、で、日本中景気すごい良くなって、はい、その時にね、あの、日本のグルメって大体この頃誕生してるって言われてますよ。天ぷらとかね、はい、ね、寿司とかね、はい、この頃バーって普及したと言われてるんですけど、この、まあ、長野でもこういう、はい、まあ、ちょっとグルメ拠点みたいなのができたということなんですね。はい、で、ここを全部改築したんですか。はい、そうですね、あの、ここの、はい、酒蔵杉森酒造のところと、はい、あとは離れもあるんですが、はい、そこの、あの、築200年の古民家を、はい、まあ、再生してオベルジュに、ね、はい、いや、小肉らしいオベルジュ、本当小肉らしいなと、まあ、全部お部屋もね、はい、まあ、見せていただきましたけど、はい、あの、客間の、ね、家畜したお部屋なんかすごいですね、お庭があって、はい、しかもその庭からじゃないと入り口入れないというね、はい、小肉らしい演出になったんですけど、はい、相当かかったんじゃないですか、これ。はい、ね、はい、どうやって金集めて、まさか自己資金ってわけじゃないでしょ。あ、そこはあの、はい、そうですね、あの、今回は武田工務店さんの共同事業っていう形でやらせていただいていて、はいはい、で、あの、まあ、座組を作りまして、ね、あの、地元の行政であったり、はい、あとは地元の金融機関、うん、そしてあと国のファンドと座組を作って、はい、で、それであの、物件を作って、はい、で、それを我々が、あの、お借りして、はい、しっかりとブランドを作って、うん、まあ、運営をしていく、そんなような座組で、この奈良井宿っていうのはね、はい、1キロ以上このね、古いこう古民家みたいなつながってる中で、はい、このまあ、琵琶湖ができたことによってね、はい、だいぶいろんなものが活性化してきてるというふうに聞きますが、はい、この辺はいかがですか。はい、あの、もともとのこの奈良井宿っていう場所がですね、あの、コロナ前から年間60万人ぐらい、すごいね、お客さん来てる、元々ね、はい、ポテンシャルあるんですね。ポテンシャルある場所だったんですが、あの、一人頭900円ぐらいしか、あの、お金を落とさないっていう、900円、はい、じゃあ、そば一杯食って終わりみたいな感じだったんだ。そうですね、あの、電車降り、電車乗るんで電車降りて、行って帰って、また帰ってしまうっていう問題があったんですね。はい、まあ、でも、あの、ここ、まあ、本当素晴らしい場所なので、はい、そうね、はい、昨日もね、滝行やらせてもらったりとかね、いろんなアクティビティついてるんですよ、この旅館ね。はい、まあ、実は経営者の勉強会でね、はい、今回はちょっとお邪魔したんですけれども、はい、いろんなアクティビティついてね、観光するところもいっぱいあるしね、はい、これ、ちゃんとコーディネートしてくれると回れますよね、知らない人でもね。そうですね、はい、あの、直接やっぱりその地域の魅力にダイレクトに飛ぶってなかなか難しいと思うんですけれども、はい、まあ、我々の地域のハブになってですね、はい、地域のショールームとして、はい、まあ、素晴らしいものをご紹介させていただいて、うん、そして地域に触れてもらうっていうのは、なるほど、ね、はい、そんなことをやらせてます。いや、まあ、ここまでね、こうやって話してくるとね、はい、なんかよくいる地域活性化系のね、おしゃれ社長みたいなみんな思うかもしれないですけど、はい、実は鈴木さん、はい、結構筋金入りで、あの、福島県いわき市出身なんですよね。はい、そうです、実は、はい、そしてご実家もご商売されてるということなんですよね。はい、はい、あの、福島のいわき市で、あの、製氷会社、ね、氷作ってるね、はい、氷を作る会社の、はい、まあ、4代目として生まれて、はいはい、昨日もあの、実家の氷で作ったハイボールね、ご存じ、美味しかったですけどね。はい、で、それで被災されたんですよね、もちろん。そうですね、あの、東日本大震災で、はい、あの、実家が津波で全壊。全壊、はい、うわ、大変だったね。はい、全壊してしまって、まあ、それで、あの、私の47プラン自体は2009年に作った会社なので、ええ、なで、あの、津波来る前にもともともう作ってたと、はい、この47ってとこが皆さんポイントですから、ね、なんで47かというところですね。はい、はい、あの、なぜ47かというと、はい、まあ、私日本が大好きなので、はい、まあ、日本の国力を上げたいと。日本の国力を上げたいと、はい、もう一回言ってください。日本の国力を、そう、そういうことです、はい、上げたいと思ってまして、はい、で、日本の国力を上げるためには、はい、まあ、東京、大阪の大都市圏だけが良くなっても変わらないと、うん、日本は47都道府県でできているので、はい、47都道府県を活性することによって、うん、まあ、日本の国力が上がる、全体が上がっていくんじゃないかという、はい、こういう仮説に基づいて、はい、2009年に創業されたんですね、はい、2009年に創業しました。なるほど、で、はい、2年後に実家が津波かぶって、はい、結構大変だったでしょ。そうですね、あの、まさかの地域活性化、まずは復興しないと、復興か、まずゼロに戻すとこからスタートみたいな、はい、とこからやったんですね、はい、それをしないといけないということで。なるほどね、はい、最初どんな事業やられたんですか。
最初はですね、はい、まあ、炊き出しとかやったんですが、はい、炊き出しだけだとやっぱり単発的なものにしかならないので、うん、長期的な経済復興をさせたいと思いまして、はい、いわきの駅前に昭和のスナック街がありまして、30店舗中23店舗が閉まってる昭和のスナック街があったんですね、はい、そこは丸ごと我々の方で借りさせていただいて、でその震災でお店を津波で流された方とか、あとは地震で倒壊してしまった方、土、うんうん、食を失った方、あとはこう前向きに一緒にチャレンジしようという形を集めた復興の飲食店街を、なるほどね、はい、作りまして、それやったところであれでしょう、復興 の, あの建設業者の人がわーっていわき来たからバブったんじゃないですか、はい、ちょっとそうですね、当たったでしょ、はい、いや素晴らしい、はい、2011年の4月に、もうこの企画を作って、で2011年の11月に2店舗から、はい、2店舗からね、はい、スタートしたんですが、今15店舗お店がすごいですね、まだ10年経った今でも、継続して運営させていただいて、すごいサステイナブル、はい、すごいですね、はい、でまあ、そういう流れの中でこの白っていうのは今回スタートしたと、はい、いうことなんですね、はい、これはでももうかなりお金も気合も入ったプロジェクトですね、そうですね、今までその丸13年ですね、いろんなプランニングやってきたんですが、まあ、その自分がこう考えるその地域の在り方みたいなのも含めてなんですが、まあ、自分の持てる力を全てつぎ込んで、ね、まあ、作ったのはこの白っていうものになります。なるほどね、はい、まあ、なんかいろいろ文献読んだりとかね、歴史のことを勉強するっていうのも、はい、まあ、私は日本の伝統文化も学ぶね、一つの方法だと思うんですけど、はい、体験しちゃうのは早いですよね、はい、もうこれ見て分かるか分かんないかってそれだけだと思うん で、はいはい、で今回プロの建築家も、はい、それから建設関係のね、実際施工をやってるような、はい、ね、大工さんまで、はい、ね、大工さんが社長になったような人も結構いて、はいはい、皆さんお部屋入ったらもう1時間ぐらい写真撮りまくって、はい、200枚写真撮ったとか言ってましたよね、はい、でこれとかもものすごい参考になるところのね、はい、スケルトンが出てますけど、はい、これも相当、まあね、大変だと思う、はい、竹中さんいい仕事しましたねこれね、そうです、竹中 の、はい、設計部の方たちが、はい、本当にもう夜な夜なあるまでこうでもないっていう形でですね、まあ、元々はやっぱ素晴らしい建物なので、はい、それをこう生かしてよりこう伝えられるするためにどうしたらいいのかなと考えて、そうですね、くださいましたね、まあ、これ今風にアレンジしてあるんですけど、はい、その当時のね、昔の日本人って今よりも平均寿命もっと短かったし、はい、ね、ライフスタイルも全然違うし、はい、ね、それからその、まあ、まあ、ちょっと引きのあれですけど、水洗トイレとかもなかったような前提の作りじゃないですか、はい、でそれをやっぱりね、今みたいにこう平均寿命が伸びて、はい、でまあ、これいろんなインフラとかね、電力とかもこう入るようになって、はい、でまあ、ちょっとアレンジが必要だということですかね、そういう時代に合わせてね、はい、そうですね、そこの快適性は、はい、担保したいと思っていて、なるほど、それこそ本館の方は、はい、まあ、断熱をしっかり入れたり、すごいあったかかったですよ、はい、床暖も、床暖入ってましたね、はい、古民家ってやっぱりちょっと寒いとか、音がうるさいっていう、はい、ものがあるかもしれないんですが、まあ、そこも、まあ、しっかりとその古民家だから寒いじゃなくて、はい、古民家でも快適に、はい、居住空間を体験できるってものを、なるほどね、はい、素晴らしいですね、ということで、まあ、奈良井宿に来たら、はい、ね、まあ、塩尻のすぐ近くですね、はい、長野県、ね、東京から特急で2時間ちょっとですかね、2時間半ぐらいね、はい、新宿からね、はい、名古屋からもまあ大体2時間半ぐらいですかね、はい、ちょっと遠いんですけど、はい、まあ、ぜひ奈良井宿に来たらですね、この白ね、はい、来ていただいて、ただ泊まるだけじゃなくてね、はい、事前に予約してアクティビティもね、はい、ぜひ体験していただいてね、はい、やっていただければと思うんですが、せっかくなんで、はい、情念司チャンネル特別企画で、はい、これ見ましたって言ったら、なんかワンドリンクとかなんかできます？あ、はい、マジですか？はい、終わった、はい、ワンドリンク、なんかちょっとスパークリンクなんかでも、はい、ちょっとお楽しみというか、お楽しみワンドリンクがつけ、はい、つくらしいです、皆さん、はい、ということで、はい、白のですね、URL 下に入れときましたんで、はい、まあ、鈴木さんね、四段プランニングということで、これから47都道府県、こういう白みたいなものをね、はい、進出していくということで、まあ、若いですね、日本が大好きな経営者もいると、まあ、私、いろんな、ね、経営者と交流してるんですけど、みんなね、日本が好きな人ばっかりです、はい、この日本のね、なんとかこの活性化していきたいということで、まあ、規制の壁とかね、はい、打ち破りながら、まあ、時にはね、はい、そういう人たちと喧嘩、はい、時にはまあ仲良く、ね、協力しながらまあワイ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 やってこうやってまあ地域盛り上げてる人いるのでね、はい、ぜひ皆さんねこのね白ね応援してください、下に URL ありますのでご予約お待ちしておりますので、はい、よろしくお願いします、はい、ということで今日の内容面白いなと思った人はねぜひね高評価のボタンとチャンネル登録をお願いします、それからね、ぜひコメント欄にねもう素晴らしい旅館ですねみたいな、ね、感想をぜひね、まあ、ちょっとここしか見せてないですけどこの後他の部屋とかでも撮りますのでぜひ感想書いていただきまして内容気に入ったらね Thanks ボタンでご支援ください、よろしくお願いします、ガオー！